佐藤澄香です。ウイルスに負けない元気な体、もしウイルスに感染してしまったとしても重症化しない体、それはズバリ免疫力を上げることです。今からその免疫力を上げるお話をお伝えします。もしあなたの体温が平熱で35度台からもしくは36度台前後だとしたら、あなたの免疫力はかなり落ちている証拠です。この低体温、体温が低いと免疫が落ちてしまって、すぐに風邪をひいてしまったり、ひいてもなかなか治らなかったり、あとは頭痛がひどい、もしくは腰痛がなかなか治らない、また夜なかなか寝つけないなど、いろんな体調不良の原因になってしまいます。なので、平熱が低い、そしてそのことでご自分の免疫力が落ちて、代謝も落ちていってしまう。そのことが原因なんですね。なので、まずは体温を上げてあげること、そして全身の血行を良くしてあげること、この2つが解決策です。はい、それでは今から3つの動きを説明していきます。はい、それではまず動きの1つ目です。仰向けになっていきましょう。はい、仰向けになりましたら、まずは足幅は大きく開いて、両手を頭の上でこのように組みます。この時手のひらをご自分の頭の方に向けてまっすぐ伸ばしましょう。はい、それでは動きの2つ目です。お尻と頭はしっかり床につけたまま、腰から上、上半身を右と左にゆっくりとひねっていきます。それでは早速やってみましょう。では行きます。じゃあカウントします。1 2 3 4 5 6 7 8。はい、それでは動きの3つ目です。ゆっくりと両手を下に下ろして、手のひらを上です。目を閉じて、ゆっくり吐いて吸っての呼吸で10秒ほどリラックスします。ここで10秒経ちましたら、横向きからゆっくりと起き上がりましょう。はい、この3つの動きを1セットとして、1日に2回から3セット、あなたのペースでチャレンジしてくださいね。この動画を繰り返し見ていただき、繰り返し実践していきましょう。この動画が役に立ったと思ってくださいましたら、高評価ボタンとぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。